それでは続いてのコンシェルジュさんです。はい、おはようございます。おはようございます。セスモデルの三井エレナです。噛んじゃった。何したら、かわいい。よろしくお願いします。声も裏返っちゃった。それだけでキュンってなりました。はい、でね、あの2016年もあと35日ぐらいなんですけど、ね、そう言われるとなんかもうほんとすぐな感じがしますね。ね、え、しこちゃんどんな1年でしたか？ちょっと早いけど思い返すとすごくいろんなことをした1年でした。私忙しかった、忙しかったし、多分今までの人生の中で一番いろんな人に会いました。なるほど。ギュッと凝縮した時間、3年分くらいあった気がします。ね、あのそろそろね、皆さん来年の手帳を用意されたりとか、カレンダーを用意されたりとか、来年に向けてご準備を、もうね、気持ちは来年に向かっているような時期だと思うんですけど、ですね、はい、今日はその2017年をもっとハッピーにする、今日からできるシンプル習慣というお話をさせていただきたいと思います。ぜひ、はい、それが何かというと、はい、まあ、2017年をより良くするために大事だなって私が今すごく感じていることは、振り返り、振り返ることがすごく大事だなって思っていて、はい、どうしてそう思ったかっていうと、はい、理由が2つありまして、で今私オフィシャルブログの方で、全10話で自己紹介を書かせていただいているんですが、こう10年分ぐらいの自分を振り返ってみるとすごく気づきがいっぱいあるし、なんだろう、その時分からなかったことも書き出して客観的に見てみることで、あ、この時これだからこう私うまくいったんだとか、これはこの時ちょっとつまずいちゃったのはこうしてこうだったからで、それでこう改善したからまた良い道に行ったんだなとか、そういう発見が本当宝物のようにたくさん見つかるんですよね。はい、だからあの次に進むために振り返ることってすごく大事だなって思ったんですよね。ちょっと時間が経ってからすることでまた見えるものって違いますよね。その時は分からなかったけど、いろんな人に支えていただいてたとか、本当にいろんな宝物がいっぱいあって、はい、振り返り大事だなって思ったのがまずその1つ目、はいはい、で2つ目が、今のキッチンの我が家の大工事をしてるんですけど、お野菜なくなりました。じゃあお野菜なくなって入れてくださってありがとうございます。はい、もう本当にあの床から全部張り替える感じで、もう大工事なんですね。はい、でいろんなものをこう10年分のものを片付けてるんですけど、案外いろんなものが本当に10年たまったものが出てきて出てきて、なんかよくわからないお茶とか茶碗とかそうお土産とか、ただそれをその都度捨てたりいらないと思ったものに型をつけていれば、こんなにたまることってなかったんじゃないかなって思うんですよね。確かに、はい、だから一日一日その日のちゃんと振り返りをして型をつけるっていうことを習慣にすると、ものすごくいいスッキリ2017年をね過ごせるんじゃないかなと思って、今日はその話をしようと思って来たんです。なるほど、型をつけるってでも大事ですね。いつかいるかもと思ってた紙袋がすごくあるとかね。ありますね、本当にそんなものの塊で、結局それってやっぱりさっきのワクワクの話じゃないですけど、やっぱり、ね、こんまりさんとかもおっしゃってますが、手で持ってみてワクワクしなかったらやっぱ感謝してさよならっていう、その習慣ってすごく大事だなって思いました。確かにその習慣なら今日から始められますもんね。そう、例えば今日ゴミ袋1個、今日から1つずつ捨てていくだけで、こう、ね、2017年の元旦は35袋分ぐらいの重荷を捨てて軽やかにスタートできるわけで。ですね、はい、なるほど、はい、大事ですね。まずは過去は振り返ってちゃんと、で今日からは残さないようにする、型をつける、うん、はい、やってみます。はい、私もやってみます。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。